三日月爪尾ワラビーは、有体目カンガルーカに分類される、ワラビーの一種で、全滅種。ウエスタン・オーストラリア州の南部、サウス・オーストラリア州、それと、オーストラリア大陸中央部に分布していた。体長50センチメートル、お長33.2センチメートルほど。爪尾というのは、尾の先端に直径3ミリメートルの爪状の丸い突起があること。 体毛は柔らかく羊毛状。体は灰色で肩の後ろに三日月上の反転がある。首が大舎色なのでよく目立つ。大腿部の外側と腰の側面に淡い部分があるが、これは目立たない。体の下面は白色。地上生で低木林や草むらが所々にあるユーカリ林に住んでいた。彼らは巣は作らず、茂みの中に浅いくぼみを掘り、 そこで日中を過ごした。暗くなってから活動し、いろいろな草の根を食べた。驚くと、猛スピードでヤブの中を走り、深いブッシュや、倒木の洞などに逃げ込む。追い詰められると軌道内部の壁を駆け上り、難を避ける。袋を出入りするほどに大きくなった子供を持つメスが、追いかけられると、メスは袋に子供を入れて逃げるが、 軌道などで子供を袋から出すとそこに子供を置いて逃げ、後で取りに戻るという。尾の先にある突起の用途だが、カンガリューやワラビーは尾を支えにして立つが、その時に突起が役立つ。また、素材などを集めに使うが、そんな時にも役立つ。絶滅の原因は、ヨーロッパ人による開拓と牧場を作ったことに、加えてアナウサギとの餌の競合に負けたこと。 スポーツハンティングの標的としたことなどが挙げられる。1900年代には普通に見られたのだが、1930年代になると一変して見られなくなった。1904年から1908年にかけて殺された24頭が大英博物館に収蔵された。1964年にハンターによって最後の個体が殺され、絶滅した。ありがとうございます。